番綺麗な、キリン特製の芳醇なレモンサワーができました。日本のレモンサワーを新しく、青の芳醇キリン特製から。一番綺麗な色ってなんだろう、ゆっくり溶け出していくレモンの芳醇な旨み、青の芳醇キリン特製から。レモンサワーが飲みたくなる動画、キリン特製から。キリン特製の芳醇なレモンサワーができました。日本のレモンサワーは新しく、青の芳醇キリン特製から。レモンサワーが飲みたくなる動画、キリン特製から。飲みたくなっちゃうかも。いい香り。キリン特製の芳醇なレモンサワーができました。おー、美味しそう。幸せ。日本のレモンサワーは新しく、青の芳醇キリン特製から。ありがとう。カットこれ本当です。はい、ありがとうございます。はい、レモンサワーが飲みたくなる動画、キリン特製から。飲みたくなっちゃうか。来た、中村。来ました、中村が来た。これすごいですよね、レモン。また煮込んで、ね、やってたよね。はい、あ、いいね。はい、待ってる中村。私のレモン。これは焼き鳥屋さんっていう設定です。なるほどね、お店でやってるって感じなんだ、はい、うわ、ちょっと楽しみに待ってる感じ。うん、いいね。うわー、これ大好きなの。丸かじり大好きだから。そうですね、今度丸かじりしてほしい。キリン特製の芳醇なレモンサワーができました。あ、これだね。いいね、今回飲むだけで。作るやつじゃないって。幸せ。今回は飲むだけ。日本のレモンサワーは新しく、青の芳醇キリン特製から。もちろん飲みたくなりました。飲みたくなりました。ありがとうございます。おー、いただきます。乾杯。おー、おー、
7% なんですよね、うん、今まではレモンサワーね 9% でしたけど、おお、美味しいです。いや、またちょっと違いますね、うん、本当にそのレモンが芳醇っていうのがあれがやっぱり違いが出てくる、はい、美味しいです。あ、ではすっきりしていて、あの飲みやすいですね、はい、レモンの香りもすごく香って、はい、いや、 やっぱり、ね、あのレモン絞った時かな。あ、でそれを待ってるアンさんの香りありがとうございます確かにレモン絞ってるとこそそられますね。そう、そそられる、あのいよいよ飲めるなっていう。私はでもこうコップに注がれた時にこう氷とあこうシュワシュワ、はい、シュワシュワしてくるともう、うん、あ飲みたいってなります。正直こっちの方が好きです、私いや、やっぱりうちの、うん、家族、はい、あのもう父はうちの父はもうあのレモンサワーシフト煎じしております。母もね、だんだんそうなっておりますので、うんうん、家族にこの芳醇はまだ飲んでないので、今度そっと忍ばせてね、買って、こう食卓に置こうかなと思って。いいですね、はい。そうですね。ラベルもやっぱ変わってちょっと新鮮な感じですし、はい、こう見つけやすいですし、私もお友達とかに。ちょっと青みがあるんだよね、うん、今回はね。はい、うん、そうだね。ちょっと進めてみんなで。飲んでほしいなと思います。そうですね、やっぱりもう一回体を鍛え直したいなという。やっぱコロナでね、なかなかあのジムに行きたくても行けなかったりっていう時期があったんで、体鍛え直した春から。かっこいい、はい、私ももっとあのコロナですごいお家にいる時は料理してたんですけど、やっぱちょっとしなくなったので、またちょっと料理したいなと思いますね、はい。新しい会社だったりね、新しい学校だったり、本当に新鮮な4月が待ってると思いますので、どうか存分に楽しみながら、頑張って励んでいっていただきたいと思います。そうですね、4月はこう期待と不安で、まあ、ドキドキワクワクな、うん、こうちょっと心がざわざわしたりしますけど、こう一歩踏み出して、コロナに負けず前向きに、お互い頑張りましょう。そうですね、休みの日はやっぱ昼から飲みます絶対夕方まで我慢できないかな。そうですね、わかります、うん、やっぱり昼から行っちゃうな。そうですね、わかります。スクール革命が始まったら飲む。わかりやすい感じです、はい、ね、最初の一杯なんだよな。そうですよね、何にせ美味しいのはね、わ、はい、かります、はい、思わず、はい、仕事の後ね、はい、うん、仕事の後。私はそうですね、やっぱりあの子供じゃないですかね、うん、でかくなってきてるんですよ、こんなだったのに、ね、でもその成長はあのやっぱりこう支えじゃないですかね、うんうんうん、やっぱりこう何か活力にするっていうのは、でもなんかやっぱお仕事が好きなので、なんかこうやっぱ新しいことにチャレンジしたりする気持ちがすごい豊かに、自分の人生を豊かにしてくれるので、引き続き頑張りたいと思います、はい